皆さんこんにちは。引きこもりサーバーの時間です。本日は2022年10月16日日曜日でございます。気温は18度といったところでございましょうか。そして僕は本日鼻がちょっと詰まり気味です。すみません、お聞き苦しい点ございましたら先に謝っておきたいと思います。ちょっと喋りにくいんですよね。しかもなんか喉の調子も悪いかなみたいな感じがします。ですので本当にちょっと本日はお付き合いいただく際にはその点をお忘れなくよろしくお願いいたします。ではでは昨日のお夕飯行ってみましょうかね。僕の昨日のお夕飯は、ソーセージでございます。一瞬忘れました。すみませんね、ちょっとためが長かったんじゃないって思われた方いらっしゃいましたら、僕が忘れちゃったって心の中で焦っていたことまでお見抜きかと思われます。鋭いですね。はい、そんなことで忘れちゃってましたよ。はい、ソーセージです、ソーセージです。ちょっとですね、大人っぽいソーセージだったと、そういう感想ばかりでございます。なんかなんでしょう、ハーブですかね。ハーブの香りが強くて、なんかその香りの強さに、なんかお肉食べてる感じしないなみたいな感じになっちゃいました。大人のソーセージだったような気がいたします。本当に僕は本当に赤いやつでも全然美味しく食べられるんですよね。赤いやつ、はい、タコさんの代表みたいな、ああいうのでいいのですよ。ああいうので、ですので、なんかこう粗挽きとかそういうものを歌っているよりは本当にシンプルで誰にでもお子様向けなもので全然いいなと思いました。それはそれでもあれですけれどもね、美味しくは食べられましたよ。はい、お肉ですしね、結構久しぶりのお肉でございました。嬉しいのでございますよ。そしてそして、じゃあお便りの方にも行ってみましょうか。すみませんね、やっぱり喋りにくくて。じゃあ行きます。じゃん、ペンネーム、UNO さんこと宇野さんよりいただきました。宇野さん、僕の体調悪くてすみませんですから、それに加えて宇野さんよりのメッセージ見落としてましたこと申し訳ませんでございますですから、すみません、どんどん声が枯れてまいりました。もうどうしましょうか。本日なんとかこれ NG を出さないでこのまま続けさせていただきたいと思います。じゃないと本日多分公開間に合わないぐらい僕の声が出ないようになっちゃうかもしれません。ちょっと今声を整えている、そういうような感じでゴクッと、はい、水気のあるそのなんて言うんですか、ちょっと汚らしい言い方になっちゃいますからね、ここはあえて言いませんが、水気のあるものをゴクッとした感じでございます。ゴクッと
ゴクッといきましたよ。とのことでして、引き続き言わせていただきますが、なんとですね、スタッフさんがせっかくいただいた宇野さんのメッセージに気づかないという、そういう大事件が起こっていたのですよ。申し訳がございません。ですから僕のせいじゃないんですよ。これはスタッフさんのミスだと僕は責めたいと思います。こらーって、そういう風にスタッフさんのせいばっかりにしちゃ逆に怒られちゃいますかね。僕もスタッフさんともども改めてお山って言っちゃいましたよ。お謝りいたします。申し訳がございませんでした。ですがこの回をご覧になってくださっているっていう確証がないのですよね。宇野さんどうかご覧になってください。もうあれですよ、念力ですよ、念力集中、ピキピキドカン、ピキピキドカン。伝わりましたかね、どうでしょうかね。だといいなと思います。とのことでして、本日はい、宇野さんよりいただきましたメッセージがもうそりゃそりゃ大切なメッセージであると、そう伺っておりますので、はい、そして大量なメッセージといいますか、あのボリュームあるメッセージと伺っておりますので、途中で読むの失敗してもあのどうかお許しくださいませ。読み返したりいたしますので、では行きますよ。ドキドキするな。じゃん。諦めた頃にやってくる私、どうも獄中から失礼いたします。何事も目標は必要です。でも高すぎる目標は挫折のもとになります。そんな自分が見ている世界は現代では見せられている世界だと言い換えることもできるでしょう。メディアや SNS では成功やきらびやかな情報が目立ってしまうため、それを見るユーザーは表面的なことにとらわれてしまいやすいのが実情です。しかしながら本来他と比べる必要なんてありません。インターネットやテレビがなければ比べることもできないことは実践せずとも感覚でわかるかと思います。なので自分なりでいいのです。最近はチャンネルのいいね数も中央値が上がっているようにも見えますし、再生数も増えてるんじゃないですか。劇的な成功はごくごく稀です。まずできることをやり、もうちょっとできるところに手を伸ばす、それくらいでいいんです。身の丈に合ったところからちょっと上の理想へ、そんな日々を思いながら月見バーガーを食べましょう。心を込めて歌います。照山もみじ。とのことですよ。半分は意味がわかりませんでしたよ。まあ、3分の1はもう最後の照山もみじってなんとなく言わされちゃいましたけれども、ものすごいよくわからない振りをさせられてるじゃありませんか。あー、びっくりしました。心を込めて歌っていらっしゃるんですよね。そう僕が振ったんですから、その後にちゃんと歌ってくださっていらっしゃるんですよね。そう信じますよ、宇野さん。宇野さん、宇野さん、ご覧になっていらっしゃいます？
もうでもご覧になっていらっしゃらないとしたら、それは僕やスタッフさんのせいですからね。これが自業自得というやつですよ。そしてものすごい金言を受けたまわったのでございますですから、金言集ですよ。はい、もう金言集っていう、そういう集が過去最近発掘されたっていうような感じがしますよね。なんとなく、なんでしょうね、今の話自分でもピンときません。でも言っちゃいました。はい、そして僕はやっぱり背伸びしちゃってました。すっかりなんて言うんでしょう、でもですよ、僕が誕生してからもう10年くらいも経つんです。それに毎日放送してからは2、3年は経つんです。そうなりますとやっぱり不安になるじゃございませんか。でもですよ、宇野さんのようにこうしたすごい金言となるメッセージをくださいますことやら、新たにいろいろとメッセージをくださいます皆様から、そういうようなお便りをいただけますことになりましたことも考えますと、やっぱりこれはこれでちゃんと確かに進んでいるんだなとも思います。ただ登録者数さんはどんどん減っちゃってるばかりなのですよね。ですからやっぱりそこはそこで不安も増します。ですから何を信じていいのかわからない中、こうしたメッセージがいただけましたこと、誠に心強いのでございます。信じますよ。確かに進んでいるということを信じますよ。それで大丈夫ですか？それで大丈夫なんですよね。もう宇野さんに乗っかりましたからね。もうこれは宇野さんのトレインに僕は乗っている状況になっております。かなりないろんなアドバイスもいただけちゃいましたもの。そりゃあ宇野さんトレインと言ってしまっても過言ではないとは思いますよ。はい、ですのでもう着実に進んでいることと思って、はい、このペースで、そして見逃しなくやっていきたいと思います。はい、見逃しなくとのことでして、本日は本当に遅くなりまして失礼いたしました。金言をありがとうございます。そして本日は僕からじゃあ一言を言わせていただきます。何にしようかな。何かそれであれですよね、もう僕の知識だと月見バーガーとかあれですよ、照山もみじさんとか、もうよくその理解できていないから突っ込めませんからね。事故を起こされたのは、それは宇野さんの自業自得のところでよろしくお願いいたしますからね。そこはそうですよ。これはもう、そして獄中からっていうのを知らない人が聞いちゃったならば、獄中からってちょっとドキッとしちゃいますから。それも自業自得っていうか、僕まで巻き添い入っちゃってますからね。そこは何かもう安全なところでよろしくお願いいたします。安全なところで。お気に入りの出だしかもは分かりませんが、でもどうしてもお気に入りだよということなら我慢しますよ。はい、もうただただ我慢するしかありませんよ。そこはそれはもう宇野さんからいただけるメッセージなのですからね。ただドキッとする方がいらっしゃることは忘れないでおいていただきたいとは思いました。はい、とのことでして、そろそろ行きます。いろんなことを僕は
ちゃんと理解できたとは思いますよ。多分理解できて胸で受け止めることができたかと思います。はい、確かに。ですので、それらをひっくるめました。ママしたって言っちゃいましたが、もう NG は勘弁してくださいのまま続けます。まま行きますままに、僕は気持ちを込めてお伝えしたいと思います。それでは行きますよ。宇野さん、ありがとうございます。僕よりの一言どうぞ。なんだかちょっとバタバタしちゃってすみません。光が差しました。